カジアン、フジコのマージャントリビア。皆さんこんばんは。カジアン、フジコのマージャントリビアのお時間になりました。はい、メイン MC を務めます関西マグネットのフジコです。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてこの番組には必要不可欠、歩く麻雀博物館こと元、麻雀博物館館長梶本拓則さんです。はい、どうも、今日もよろしくお願いします。麻雀のちょっとした知識を勉強していきたいと思います。はい、この番組は麻雀の素朴な疑問を梶本さんに解説していただく番組です。はい、では本日のお題はこちらです。じゃん。ベニクジャク、大車輪、蓮舫、なぜ役がなくなるの、なるほどね。まあ、今使ってる役っていうのは覚えやすい、よく出る、はい、みたいなのがやっぱりどちらも兼ね備えてるものがほとんどだと思うんですよ。例えば単用だと1級自敗を使わない上がりと、めちゃめちゃ覚えやすいし、よく出るじゃないですか。はい、まあ、数貫通なんかはねめったに出ないけど、覚えやすいことは覚えやすい、勘やすくすればいいそうですね。というものは、まあ、やっぱり、はい、何かしらがないと生き残れない、はい、というか、はい、ということもあると思うんですけど、まあ、留意層なんかもね、出現率は低いけど、はい、特定の緑色のパイだけ使ってれば上がるってことですかね。ただ、蓮舫とかね、結構、まあ、それこそ場所によって基準が違ってたりすることもあるんですよ。まあ、あれも天舫があって地舫があって、まあ、天地人という発想から蓮舫っていう、まあ、これもね、中国時代にあったら役なんですけど、まあ、一巡以内の出上がりだったらいいというところもあれば、ペーチャの第一打まで、あるいは自分のツモ番を経過してない第一打のあれだとか、まあ、そもそも地方って昔もいろいろあったんですよ。実は地方は親の第一打で論したら地方と、そうなんですね、はい、そういうのもあったりして、結構ね、地方もね、ま、今はもうこの第一ツモって決まってますけど、昔は結構ね、どっちなのこれみたいなのがあった時代もあるんですよ。そうなんですか。はい、で、まあ、地方は固まったんで消えることなかったんですけど、蓮舫ってね、倍満だとか、まあ、役満だとか、いろいろちょっと値段も違ったりして、結構ばらつきがあるんで、その説明するのが結構手間なんですよ。なのでなくなるっていう、もうじゃなくていいじゃんみたいな、そういうこともあるんで、まあ特に大きな大会で採用されなくなると、やっぱそれが原因でなくなったりすることもありますね。ベニクジャクとかもね、留意層で使わない、要は赤色が必ず入ってるものみたいな、赤色が入ってる層の、そう、初めて聞いたんですよ、ね、これ、ベニクジャク。春と、イー層、そういうことですね。ウー層、チー層、キュー層みたいな。で、もっと出ないんですよ。要は、留意層は想像の2差しが使えるから、まだ瞬津がある分、若干上がりやすさが増しますけど、瞬津絶対使えないんで、まあ無理な感じですよね。まあ大車輪なんかまだ出やすいかもしれないですけど、例えば、メンチンチートイズであれば、繋がってなくてもいいんじゃないか。でもそれだったら大車輪って感じもしないよね、とか、いろいろ基準が、まあ、定まらないので、じゃあなしみたいなパターンが多いと思います。だから今後もね、そうやって、まあ、今ある4人麻雀の役で消えそうなやつってあんまりないと思うんですけどね。まあ、もしかしたら、まあ、何かもっと分かりやすい役ができて、じゃあこっちやめようかっていうふうに、まあ、プロ団体とか大きな大会のところが判断するとその可能性はあるかもしれないですよね。本当ですね。はいはい、本日のテーマ、ベニクジャク、大車輪、蓮舫など、なぜ役がなくなるのということですが、まあ、裁定が難しかったりとか、そうですね。そういったところが理由で、なくなっていたりすることがあるそうです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これでまた麻雀の雑学が一つ増えましたね。次回もお楽しみに。またね。
番組では麻雀の質問を募集しております。質問を動画コメント欄に書いてください。お願いします。